皆様こんにちは、山芋です。本日はワールドネバーランドエルネ王国の日々アプリの方を進めていきます。はい、お知らせからで、9月27日分の新着情報から喋ろうかと思ったんですけど、30日にイムカラーを使用して変更したイムの色が正常に反映されない不具合が発生していましたので、グラフィックデータの修正を行いましたって書いてますね。全然気づいてなかったです。で、ここからが私が言いたかったことなんですけども、ジェムの価格の変更についてということで、アップルストアでね、値上がりが発表されたんですよね。まあ、大体どこのゲームも iOS 版だけじゃなくて、まあ、両方とも Android も値上がりするのが今主流になってますね。はい。で、思いっきし値段上がってるところも多いんですけど、エルニアにおいては、ジェム12以外は、あとはまあ、安くしてくださってますね。だからちょっとだけ、ほんのちょっとだけ課金するときは値上がっちゃうんですけども、あとはもう安くしてくださるので、まあ、思い切って私はいつもジェム900を課金しております。まあ、ちょっとだけポイントサイトとかで貯めたやつで交換しようかなと思ってる方とかだったら、ちょっとね、高くなっちゃうかもしれないんですけども、ちょっと頑張って貯めてもらって、ジェム50から買うのをおすすめします。で、バットアリのお話は前回ささっとしたのかな？ちょっと今私、プレミアムから外れてるんで、今日プレミアムを入ります。で、今日一番のメインは、仕立て屋ですね。お洋服が変わりましたので、特別優待クーポン使用すると必ず新作の衣装装備が獲得できる新作限定フェアがあるので、これはします。で、あんまりクーポン溜まってないんですけども、特別優待クーポンがたくさんあるので、それをたっぷり引こうと思ってます。これですよね。新作限定フェア。私25枚持ってるな。もう20枚引いちゃおうかな。ものすごいワーでめちゃくちゃ可愛いんですよね。もう何ですかね、この顔の隠れてるやつ。やばい。タイプですね。めちゃくちゃ面白いじゃないですか、これ。子供の衣装も可愛いんですよね。もうお着物と水着はもう全部ね、投入したいぐらいなんですけども。とりあえず、大人10枚を軽く引こうかな。帽子10枚も引きたいとこですけど、まあ、大人10枚引きまーす。いっちゃいまーす。さあ、何が出てくるでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、これかわいい。新作1個は来るでしょう。おい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 。はい、来ました。いいですね。和国の魔導医。はい。かっこいいじゃないですか。袴になってるんですね、これ。かわいい。あ、でもこれはレア箱なんで、たっぷり溜まったらね、交換したいと思います。おっと、お揃いで着れるパターンですね。はい、2着目。あ、これもシックでいい。秋のお洋服ですね。いいじゃないですか。はい。まあ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 、なんか、うんって感じでしたけど、まあ、新作が2着入ってたんで、もう OK ですね。はい。で、ここからはちょっとカット多めで、20枚一気に特別優待クーポンを引いていきます。私の当たり具合をね、皆さんにお見せしたいと思います。子供服、これ新作ですね。ありがとうございます。これ新作っていうか全部新作なんですよね。子供惑いくれない。ありがとうございます。おーい、しやったー。嬉しい。来ましたよ。お帽子って言うんですか？顔隠すやつ。これ、なんて読むんだろう。網代の傘。ちょっと振り仮名調べるか。あ、これ、アジロ傘って言うんですね。組傘の一種でヒノキをはじめ竹松杉一などの競技を網代に組んでる傘って書いてますね。平組や綾組など2種類があるって書いてますね。主に農村の男子が着用している。まあ、本当に傘地蔵のね、お地蔵さんがこう被ってるような帽子にも似てますもんね。とりあえず網代傘ですね。 OK です。はい、どんどん行きます。よし、子供衣装。子供衣装まだですね。いいですね、色がね。柿、いい。オレンジじゃないんですよ。橙でもいいんですけど、これちょっと渋い色なんで、柿。いいわー。私のタイプです。おーい！大人用の柿来ましたね。これはお揃いで着れる。今ちょっとロキ君独身なんですけども、これはね、もういくらでもストックが欲しい。いいじゃないですか、炭。子供衣装結構来ましたね。大人衣装もさっき出たし。わあ、傘欲しい、もっと。かわいい。なんだろう、これ、エキゾチックな服。色がね、ファンシーでいいですね。さっきのレア箱だった。はい、ありがとうな。これさっき当たったやつかな。3着目。これさっき大人が当たったやつだからいいでしょ。これもレア箱だ。ありがとうございます。どんどんいきますよ。柿。
来ましたね。どんどん被ってきましたね。帽子が欲しいんですけどね、帽子が。帽子来ないか？一個しかまだない。嬉しいけどね。くれないも嬉しいよ。くれないも嬉しい。頼む。やばいやばいやばい。頭が欲しい。頭の10連行きたい。でも足りないんだよな、頭の10連するには。やばいぞやばいぞ。肺がめっちゃ。これはきつい。いや、まだ、まだ引きます。まだ全然引きます。おっとっと、被ってきたよ。こんなにも、こんなにも、服ばっかり。ちょ、連打してますからね、今。頭が欲しすぎて。やばい！頭来ない！頭来ないよ、これ。5連行くか。来た！よし！アミガサの方。嬉しい。緑、しかも緑。まだある。柿。はい。やばい。ダメだ。もう一回。よし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 。炭。ありがとうございます。帽子もっと欲しいな。ありがとうございます。ちょっとこれで一旦やめます。で、もう使っちゃいます。これの5枚いきます。そっか、違うのも出るんだよな。やばい！やばい！残念。まあまあまあ、ちょっとは当たったからね。いや、バトワリまだ終わってないんです。ちょっと負け続けてるんで、ちょっとね、どんよりしてますけど。着替えていきますか。今、撮影してたんですけど、撮れてなくて、ちょっとピクニックバスケットを使いますっていうのを撮ろうと思ったんですけど、ちょっと全然撮影できてなかったんで、今から行こうと思います。みんなはね、家族とかを一部の人着替えさせました。お父さん、お母さん、で、メイちゃん、デイビッドくん、ユーグくん、あ、レノックスくん行こうと思、あ、忙しい。ちょっとレノックスくんで行きたいんだけどな。ちょっと待って。ちょっと行きたい。行きたい。レノックス君見に行こうか。応援してる？アナベラちゃんの試合なんじゃないの？もしかして。え？アナベラとパオラの試合だった？もしかして。え、パオラちゃんとアナベラちゃんも仲良しなの？なんだろう。なんだろう、ここ。今、弟のデイビッドの詳細見たら、今日デートって書いてるけど、この今日デートは、お父さんとかお母さんとかお出かけしてんのか、友達と遊びに行ってるとか、そんなんですよね。だって幼児だもんね。怖いな。私今気づいた。デイビッド君カーネーの瞳持ってんじゃん。天風呂さえ持ってるの。嘘でしょ。いつの間に。全く気にしてなかった。デイビッド君のことを気にしてなかった。エミーじゃないよね。うちの家系誰も持ってないと思って。あ、みんな気づいてました。弟にどれだけ興味ないんだっていう。え、タピオカ兄ちゃんとデイビッド君が出かけてた。すごいな。どこ行くんだろう。いいな、兄弟仲良くて。もういいかな。多分今行けます。お父さん、お母さん、妹、弟、ユーグくん、レノックスくん、アナベラちゃん誘いたいな。一応着替えさせてあったはずなんですよ。オッケーオッケーオッケー。では全員新作衣装でお出かけをしてもらいます。いってらっしゃい。来ましたね。いい、新作衣装全員いいですね。どの色もかっこいいね。私が本当に好きなタイプのお衣装だったんで、今回は特別優待クーポンをね、大量に引けてよかったなと思います。お母さんめっちゃ若作りですよね。でもね、この髪型髪飾りも、あ、子供が走っていってるのいいな。誰がいるのかな。あ、これはカップルですね。このカップルのところに誰がいるのかな。あ、弟だ。カーニーの瞳持ちのデイビッド君。いいですね。あ、お父さんとお母さんと並んでる。弟と妹もいる。めっちゃいい、このムービー。素敵な映像だった今。いいですね。新作衣装めっちゃ引いた感じ出てますね、これ。おお、いや、いい。これちょっとあれだな、一人やっぱおかしいですよ。キョンシーじゃない、なんて言うんだろう、こういう服、こういう帽子。じゃあ帽子はアジロガサだった。この前にかかってるの何なんだろう。ゆうぐくんいいわ。と、次の日、星の日なんで、それはちょっと見よう。この格好で見たいな。
星の日とエナノココンテスト見に行こうかな。かっこいいじゃん。いいですね。お母さんもね、ちゃんと着替えてきてるから。謎の儀式ですね、これは。いい、ポワポワしてますね。いいです。お母さん、顔がでもね、もう老けちゃってるからな。いや、まだ生きててほしい。僕が結婚するまでは生きててほしい。本当にお願いします。ダイナノココンテスト見に行くか。この格好で行く？いや、着替えようかな。これ脱ごう。ちょっと適当に、ちょっと頭返してほしい。ちょっとカジュアルになっちゃった。ごめん。この服返してほしかった。あ、いいっすね。完璧だ。これで行こう。あ、でもエナノココンテスト、自分関係ないのか。あ、関係ないんだったら、あれだな、バトアリでちょっとこの格好でも登録しとこうかな。バトアリ最後この格好で行っておけば、次のバトアリの時にロキ君この格好で出てくる可能性ありますよね。ちょっといまいちどういう仕組みで出てくるのかわかんないんですよね。過去の自分が出てきたりとかもしてる気もするんですよね。さあ、始まりました。何人かね、推しには着替えさせてるんで、今噛みました。やっぱりですよね。やっぱりレイモンドさんですよね。ベストつけてるからね。おめでとう。アリステアさん。いいですね。すごい爽やか。あ、レロックスくん。君もなんだね。君も選ばれたんだね。いいと思うよ、レロックスさん。さあ、そうだな。ごめんなさい。レイモンドさん入れたいとこなんですけど、これ以上モテると、ちょっとね、パオラちゃんのライバル増えるんで、レノックスくんに入れたいと思います。あ、レティシアさん。ね、お友達ですかね、僕のね。エブリーヌさんもお友達ですね。僕のお友達。やはりパオラ。ここで出てくるパオラ。おめでとう、パオラ。わー、ナビラさんも、あー、もうこれはまた。去年のね、エナノココンテストもかなり楽しかったんですけど、今年も楽しいです。全員知り合いですから。これはパオラに。お願いします。これは絶対レイモンドさんでしょう。だからレノックスくんにもね、1票ぐらい入れてあげなきゃ。ですよね。あ、もう、選ばれし神。ありがとうございます。さあ、ここからですよ。お願い、パオラ。パオラ。来い、パオラ。嘘でしょ。あ、魅力ないんだ。レストの瞳をあんだけつけてるのにもかかわらず、レティシアちゃんが撮るっていうことは、ダメなんか。嘘だ。いや、でもパオラ、いい子だ。いい子なんだよ。いい子なんだよ。あ、ちょっと、ミルクゼリーで許してください。マジか。ドーナツダメかもしんない。ドーナツあげたくなかったかもしれない。ちょっとあげちゃった。あ、こんにちは。あ、魔獣の森？やめておくよ。ごめんね。友達だと思ってくれてる。あ、ごめんなさい、ジャニーさん。あ、そうだね。ちょっと悪いけどごめんなさい。ちょっと忙しいんですよ。僕は今からね、忙しい。まだバトアリが終わってない。もう多分この動画が上がる頃にはバトアリが終わっている。喋ったかな、今日。有頂天なんだよな、でも。パウラとレイモンドは喋ってはいないのか、いないのか。まあ、二人の声の行方はまあ、ゆっくり追うとしてね。まあ、今日したかったのは、新しいお衣装をもう、めちゃくちゃいっぱい欲しいっていう動画でしたね。本当に全然ね、エルニア時間が進んでなくて申し訳ないんですけど、頑張ってサクサク進めようと思います。はい。じゃ、間違えてヒルダで行っちゃった。違う違う、ちょっと一回帰ろう。チケット無駄にしてしまった。このお洋服可愛いですよね。これ誰かに着せてたみたいだから返してもらわなきゃ。なんか見つかんないんですよね、今。あ、いい、ロキくん。武器マックスまで育ててないっていうのがね、ちょっと痛いとこなんですけども。はい、このままバトアリ頑張っていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ちょっと今ね、ライブ配信をするのをちょっと数を減らしている状態なので、結構ね、バトルアリーナとかもライブ配信でやってた時もあったんですけど、年内はもう 100% エルニアに関してはちょっと動画のみとなる可能性があります。はい。ということでまた次の動画も見ていただけたら幸いです。よかったら高評価よろしくお願いします。バイバイ。